皆さんこんにちは、かなのわです。ピーン、はい、はい、今回はですね、はい、まあ今3月じゃないですか。3月です。で来月4月です。新学期に入りますよ皆さん。そうだね、まあ新学期なる前です。まあ、だからなってからはちょっと遅いなと思うのでね、うん、筆箱紹介したいと思います。おーおーおー、イエーイ。これあれ第2弾です。2弾です。だからあれ変わってないかもしれないし、変わってるかもしれないし、うん、楽しみにしてください。はい、じゃあ早速紹介していきましょう。あ、はい、ノアから紹介します。もう見えちゃってる、はい、ですね、ノアは変わらずのバームパパです。なんかね、使い心地がいいんですよ、こうやってパカって。パカ、中身もね、そんな変わってないんです。あでもね、変わってないんだ。消しゴムなくなっちゃったもん。誰か探して。中身一応紹介しておきたい。ボールペンですね。ボールペンです。シャーペン1本。シャーペン1本。名前ペン。名前ペン。紫色、なぜか紫。なぜか紫。なんでだろう。なんか勉強、テスト勉強の時とかさ、知らないのに筆箱入ってない、なんか。入ってない。入ってる。あとね、テープ。これも勉強なんか。え、かわいい。なんか入ってた。すごい。これも、時々。あの、教科書とかパンパンパンって。それでやんだ。そうだね。のり。はい。シャペン。はい。の芯。はい。定規。はい。まあ、こんな感じですよ。消しゴムがない筆箱です。消しゴムがないのが特徴です。そうです。消しゴムがない筆箱です。以上です。次はカナです。カナです。はい、イエーイ。カナを紹介します。カナは変わったよね。見た目が変わった。なんか可愛いもんってことで紹介します。カナの筆箱こちら。あー、一人のスリンキー。あれだよね、そう、ワンちゃんです。こうビヨーンって伸びる。うん、マジ可愛い。可愛い。足もついてる。そう、足もついてんの。尻尾がちゃってる。可愛い。超可愛いんですよ。これも可愛くて買っちゃったよね。これのために筆箱の中身を減らしたみたいな、そう感じ。紹介します。イエーイ。ボールペンがこの4つ、赤、青、オレンジ、ピンクと水色と黒が入ってる。あ、シャーペンはちょっと変わんないんですよね。壊れるまで使うから。クルトガのやつ、この2本と、私見て、つけたの。これ私いっぱい家にいんの。おさま。そう、めっちゃこれゲットして、あのはつけてたなと思って、つけてた。ただもつけてしまった。でもさ、これ以外つける場所ない。おさまです。このマッキーと写真紹介した。着てない。写真デイジーだ。デイジー全然これ着ない。と蛍光ペン、青と黄色。うん、で最後定規とちゃんと消しゴム、ちゃんと持ってる黒い消しゴム。これこちらです。これだけ。なんかめっちゃ少なくなって結構びっくり。そう、少なく、私筆箱の量多い勢だったので、うん、多い勢、多い人間だったんだけど、この筆箱が使いたいあまりに減らすことができた。なんか断捨離した人みたい。筆箱断捨離しました。これぐらいです。少なくなっちゃった。2人とも以上。以上ですね。なんかシンプルになったね、うちら。シンプルです。シンプルになった。今回はこんな感じで終わります。終わります。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。誰か消しゴム恵んでくれ。消しゴムください。